海キャン、まったりす。晴れてよかった。海を見ながらのコーヒー。ああ、うまちだ。さて、今回のレイアウトの中に小町がどこにいるのか探してみてね。あっという間にお昼ご飯。さて、残りの白菜を使い切りたい。まずは白菜のステーキから。これ、作ってみたかったんだ。油を少し多めに入れて焼いていきます。ちょっと焦げ目をつけて裏返します。じっくりゆっくり火を入れていきます。しんなりしてきたら全体にお塩を振っていきます。芯の部分は多めに、火入れはお好みで。小町は食感を残しつつ甘くなるイメージ。そうだ、焼いている間にワンパンパスタの準備しよう。フライパン一つで作る白菜クリームパスタ。パスタを半分に折って水に入れます。白菜を細切りにして材料を入れていきます。全体を混ぜながら沸騰直前まで加熱して蓋をします。そしてチーズを入れて加熱します。いい匂い。パスタが程よい硬さになるまで加熱します。まだ白菜が残ってる。白菜のコールスローサラダで完全勝利だ。混ぜ混ぜするだけ簡単サラダ。さて、昼食完成。いただきます。白菜のステーキ優勝。白菜が甘い。さて、パスタとサラダ。パスタも濃厚でうまち。コールスローもシャキシャキでうまちだ。白菜は生で食べれるしいいな。おいしい外ご飯、最高。食べ過ぎた。お残しにはダイソーで購入したシリコーン保存袋、脱プラ。7センチの小餅がすっぽり入る。汁物も入れれる優れものらしい。ギアを入れる小物入れとしても使えるな。キャンプから帰ってきた夜ご飯。さあ、ツナを追加して混ぜ混ぜします。ホットサンド。これで白菜半玉使い切った。どれも小町的にポイント高い白菜キャンプ飯。白菜うまち。コマリスメンバーシップのご紹介。お名前の横にバッジがつくよ。コメントやチャットで専用絵文字が使えるよ。毎月あるメンバー限定配信を視聴できるよ。登録方法はチャンネル登録ボタン横のメンバーになるのボタンから、またはこちらの QR コードからどうぞ。さて、ここからは小町ニュースの時間です。今回のニュースは小町を探せの答えと先月のハイライトと今月の目標になります。まずは小町を探せの答えですが、わかりましたか？答えはこちらです。画像のスキレットの横にいました。皆さん当たりましたか？次回の小町を探せも頑張って小町を見つけてくださいね。では次のニュースです。2023年4月の小町ハイライトは、キャンプ関連のショート動画を初めて作ったことと、ときめき VR というワンオンワンのトークイベントで、都内を走る宣伝トラックのときめきトラックに掲載していただいたことです。ショート動画は30秒程度の尺に合わせて構成を考えるのが少し難しかったですが、新しいことにチャレンジするのは勉強になるので、やってみてよかったです。ときめきトラックでは、トラックを見つけてくださったリスナーさんもいて、応援してくれたみんなのおかげで実現できてめちゃめちゃ嬉しかったです。今月の目標は動画の編集に慣れていくことと撮影を工夫していくことです。動画を見ながらどんなアングルで撮っているのか、どんな構成をしているかなどを観察して参考にしていきたいです。
では今回の小町ニュースはここまで。今月の小町の活動もお楽しみに。